オシノベツキー灯台は、ロシアレニングラード州にある灯台である、フセボロシュスキー地区にある、ラドガ湖の西岸の南部に立っている。高さは、地上七十メートルであり、ラドガ湖沿岸にある灯台の中では、ストロジェンスキー灯台に次いで二番目に高い。灯下は、湖面から七十四メートルの高さに設けられており、灯下の光は、最大で二十二海里離れたところまで到達することが、 できる。ペトロクレポスチワンこの灯台は毎年4月から11月にかけて稼働されており、10日の電球は稼働期間中の夜間に4秒ごとに1回先行し、電球の出力は500ワットである。10日までは366段の螺旋階段が設けられている。この灯台は方向によって赤色、緑色、白色と異なる色の光を放つという特徴を持つ。 建材として白色と赤色のレンガが用いられている。この灯台はロシア国防省によって所有され、運営されている。灯台はサンクトペテルブルクのフィンランツキー駅もしくはラドシュスキー駅からラドシュスコへオゼロ駅へ行き、そこから徒歩でおよそ20分ほど行ったところにある。灯台の建設プロジェクトは1904年4月19日に承認された。 この灯台が建設された主な目的は、ネバ川が流れ出ている、ペトロクレポスチワンの入り口の西側の境界部分を照らし示すことである。建設工事は1905年に開始され、1910年に完成された。当初は高原に灯油が用いられていた。第二次世界大戦期の独ソ戦で展開された、レニングラード包囲戦において、女性や子供、負傷者のほか 物資などを運び出したり、兵士や食料、弾薬などを運び入れるための唯一の連絡料となった命の道のランドマークとしての役割を果たした。東大に電力の供給が開始されたのは1963年のことである。ありがとうございます。